今日はスタジオにゲストをお迎えしています。シンガーソングライターであり役者としてもご活躍中の中村あたるさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中村中と書きまして、上から読んでも下から読んでも中村あたるです。もうちょっとこうネタみたいですよね。お約束でやっております。お久しぶりです。お久しぶりです。皆さん、ちょうどモナカにこの間来てくださったのが去年の6月5日なので、ほぼ1年ぶりですよね。はい、ですね。お元気でした？元気でした。この通りね、もう本当に多方面であれからもご活躍されているんですが、はい、そんなお話もぜひ後で聞かせてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまずは簡単に中村あたるさんのプロフィールご紹介させてもらいます。はい、中村あたるさんはご自身の21歳の誕生日の2006年6月28日にメジャーデビューされました、はい、ということで昨日がお誕生日です、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。いやー、もうかれこれ味噌汁になりました。おめでとうございます。気持ちだいぶ変わりました？変わりますね。なんかもっと大胆になりたいとか、はい、なる前は思ってたんです。もっと優しくなれるのかなとか思ったんですけど、意外と誕生日その日1日前からこう12時超えたら意外とメラッとこう燃えるものがあって、このままでいいのか私とか思ったりして、やっぱり熱いですね。そうですね、予想通りにはならないですね。優しくなるつもりが熱くなってしまいました。その晩なんか曲書いたりして、このままでいいのかとかって、はい、そんな盛り上がりがありましたね。さあ、そしてデビューの年の9月にはセカンドシングル友達の歌が注目を集めました。2007年 NHK 紅白歌合戦に出場、そして2010年にはアルバム少年少女で第52回日本レコード大賞優秀アルバム賞を受賞されました。そして先ほどもお話ししましたが、シンガーソングライターとしては もちろんですが、役者とかね、あとドラマの原案を作られるなど、やりました ね、はい、本当に多方面でご活躍されています。そんな中村あたるさんですが、最近のお話ちょっと伺ってもいいですか？はい、なんかいろいろハマっているものがあると、そこに対する思いがものすごく熱いと。熱いかしら。はい、旅先での出会いなんですけど、例えば今ハマってるのが、今ハマっているというかですね、今履いているのが、沖縄のですね、見えますか？本当だ、島造林に最近ハマってまして、鼻緒の部分が赤くてね、はい、そう、ちょっとこんな履いてるものをテーブルの上に、ちょっと行儀悪いですけど、いえいえ、私サンダルが苦手なんですよ。苦手なんですか？だったんですよ。こう疲れるし、はい、ソールっていうんですかね、この下の底がね、靴底が薄いと、はい、ええ、遠くまで歩けない。まあクッションがないと結構地面のこう衝撃が直にきますもんね。直にきますし、あとこの、まあ、鼻緒の部分ですか、はい、がこう親指と人差し指の間に食い込んで、そう、痛かったりしたんですけど、この島造りはいいですね。そんなことがない。ない、すごく歩きやすいし、まあ、そこが厚ければこんな感じなのかなって思うんですけど、でも手に入れたのが沖縄だったので。ああ、そうなんですか。その砂浜で撮影をする仕事があって、その時に移動は買った方がいいよって、結構手頃な値段で300円か400円ぐらいで買えたんですけど。あ、そんなお値段なんですか？そうなんです。で、色のバリエーションもいっぱいあって、はい、私赤が好きなんで赤選んだんですけど、そっからもう東京に戻ってきても、はい、関東に戻ってきてもずっと島造り、もう手放せない。手放せないですね。5月ぐらいから履いてて、ちょっと早いんじゃないかとか言われたんですけど、はい、ここは海じゃないよとかね、言われながら、はい、あ、じゃあ最近はもっぱら島造りでですね。あとお盆にもハマってるんですって、はい、そうなんです。お盆、和型盆という、皆さんご存知でしょうか、和型盆。いや、私分からなかったんです。自分の我という字に、はい、谷に盆、お盆と書いて、はい、和型盆って読むんですってね。はい、はい、石川県と福井県の県境ぐらいなのかな、はい、山中温泉があるあたりに、昔和型谷村、我が谷村という村があったんですけど、はい、そこがダムが建設されるってことで、立ち退きになって、そこで作られてたお盆なんですけど、その、まあ、村はダム作るから、みんなそこに、でお盆を
作ってた人たちもちりじりになって、そのお盆だけが残って今作ってる人がいないっていう状態だったんですけど、そのお盆をしてる人が見つけて、はい、あの今また作ってる人がいるらしくって、でも若い人が作ってないから、あその若い人にも作ってもらおうっていうある番組のナレーションをしたんですよ。あでそこで出会って、へ、ナレーションしてたらなんかもう愛情がどんどんこう膨らんできて、あ、やっぱり物には物語がありますから、それを知るときっとぐった生活を送るっていうのはなんか、うん、幸せですよね、うん、すごくそんなところからまたきっと歌詞がふっと出てきたり、歌が生まれたりなんていうこともあるのかな。あると思います。あ、そうですか。例えば自分の自宅で作業するっていう時に、自分に一番いい環境を作ったはずなのに、はい、それなのにちょっと居心地が悪くなったりすることがあって、それはあの何ですかね、その集中できるように作ったはずなのに、はい、ちょっとずつじゃあ家具を変えるとか、やっぱ配置を変えるっていう風にして風通しよくしないとこう滞るんですよ。あ、それは自分のこう感情もなんかこううまく流れてないなっていう感じがあるんですか。あるのかな。半年ぐらいすると、そうちょっと物の配置とか変えたくなるんですけど、その方がまあ新鮮に作詞とかもできるし、はい、そう、まあ、でも困った時はもうファミリーレストランとかに行って、そうなんですか、喫茶店とか、あ、そうなんですか、はい、そう作詞したりしてるんですけど、じゃあファミレスで見かけることもあるかもしれないわけですね。そうです、はい、見つけてみたいな、深夜とか。あ、そうですか。はい。さあ、そんな中村あたるさんですが、はい、もう本当にいろんなところでご活躍中なんですけど、はい、あの去年の12月に中島みゆきさんの夜会に出演されたんですよね、はいはい、いかがでしたか。いかがでしたかなんてもう一言で言えないですけど、はい、中島みゆきさんの曲は中学の頃からずっと聴いてたので、デビューをしてからスタジオ、レコーディングスタジオとかでたまにお会いしてご挨拶する程度でしたけど、はい、まあ 3,4 ヶ月間みっちり一緒にいましたから、なんでしょう、もういや最初に一緒に歌うシーンなんかもあったりして、その時はなんか、ね、どんな気持ちだったかしら、頭がカーッとなってそんなに覚えてないんですけど、うん、結構こうコミュニケーションを取りながらワンシーンワンシーン作り上げていったっていう感じなんですか。そうですね、あの夜会は状況説明とかセリフが全部歌になってるんで、こう、まあ、歌を歌いながらシーンを作っていくんですけど、その歌詞はどういう風に作られたのかっていうのをみゆきさんはこう教えてくださらないっていうか、感じてほしいっていう風にそういうの一貫してらっしゃって、だから逆に共演の別の役者さんとかミュージシャンたちともう談義、はい、ここはどういう意味だろうねとか、そういう感じなんですか。始まるんですけど、はいはい、難しいけどでも面白そうですね。楽しかったです。やっぱりずっと好きな方でしたし、なんかだからお会いしてはいけないような気持ちにもなりました。好きすぎてっていうんですかね。そう、なんかこうファンでいたいというか、まあ、でも始まってからはまあプロ同士ですから、はい、こうバチバチとやらせてもらいましたし、こういう意味だったら、はい、この次のところ例えばこういう方法もあるんじゃないですかとか、ちょっと生を言ったシーンもありましたけれども、はい、生というのは生意気をという、はい、ありましたけど、はい、でもその年末にあの紅白歌合戦にみゆきさん出てらっしゃった麦の歌で、はい、やっぱりなんかこう、はい、そうやってこう見る側に立つとやっぱキラキラ光ってて、なんか、はい、同じ人だとは思えない、あ、そういう感じなんですね、はい、へえ、刺激になりました。もうそんないろんな経験を積まれている中村あたるさん、先週24日にはニューシングル「ここにいるよ」がリリースされました、はい、では早速その中から1曲聴かせてください、はい、では曲紹介お願いします、はい、写真を撮ってる歌なんですけど、はい、この写真に誰が写ってるのか、誰がこの写真を撮ったのかに注目して聞いてください。ここにいるよ。今日のゲスト中村あたるさんでここにいるよお送りしました。1
池部愛がお送りしています。ナックファイブモナカ、この時間は引き続き中村あたるさんを迎えしてお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今リスナーの皆さんに聞いていただきました新曲ここにいるよ、すっごく切ないですよね。これははい、どういう思いを込めてどういう時に思いついて書かれた曲なんでしょうか。はい、ですね、このシングルは3曲入りなんですけれど、はい、この1枚は失う痛みっていうのをテーマにしていて、私先ほども祝ってもらったんですけれど30歳に なると、はい、このシングル出してすぐ30になるから、 これまでどんな人生だったかな、どんな歌を歌ってたかなって振り返ることも多くって、でデビューの頃からうまくいかないこととか、うまくいかないことがあってもどう生きていくかとかってことを歌ってたんですね。生きていくのを諦めないためにでも諦めなきゃいけないこともあるんじゃないかとか、まあでもうまくいかなくてもどうにか生きていくっていう姿勢を、はい、でも8割9割は怒りとか、なんかこう反発するとか、そういうエネルギーで作ってたんですけど、はい、もう少しこう優しい、こう刃を隠したような表現でそれが歌えないかなと思ってて、で、まあ、カップリングもその例えばこういじめをテーマにした曲があって、はい、友達だと信じていたのに裏切られて命をなくしてしまった人の歌とか、あとはその自分から自分で生きるのを友達に相談しないで諦めてしまうのは良くないよって歌う歌とかも入ってるんですけど、こう命そのものはなくしたらもう替えがないじゃないですか、でもその表題曲はそれを恋愛に例えて、恋愛だったらなくしても次があるというか、はい、なんかこう失敗しても、それでも生きてることが大切だと思うんです、失敗してもここにいるっていうことが大事と思って、はい、それを聞いてちょっとほっとしてくれたらいいなと思って、そんな思いが込められてるんですね、はい、ラジオネームもんじろうさんから、死ぬなよ友よ、やっぱり心に染みますと、これはカップリング3曲目ですよね、はい、ありがとうございます。これにも今お話ししてくださったようなその一連の思いが込められているわけですよね。そうですね、誕生日に歌える歌を書きたいって思ってたんですけど、誕生日だったらおめでとうっていう歌がいいなと思ったんですけど、なんか10年前と違って、なんか出会いばっかりじゃないっていうかね、それはまあお世話になってる人とか親戚とか、こうお別れすることも増えてきたので、もう少し切実な一緒に生きてこうっていう歌になりましたね。なるほど、はい、ちょっと話は変わるんですが、はい、男性セントラルさんからメッセージをいただいてるんです、はい、中学で一個下だったチャマだけど覚えてるかな、小学校高学年からの付き合いだったね。覚えてる。覚えてますか、はい、高校の時も駅であたるがストリートやってる時も何回かあったよね。わ、はい、あたるに中学でピアノを教わってから今でもたまにピアノ弾いてるよ。あ、そうなん。そっちは頑張って今のポジションにいるんだからこれからも頑張ってな。ありがとう。テレビやラジオで名前を聞くのが仲良かった俺としてはすごく嬉しいよ。嬉しい。応援してるよ。わー、嬉しい。こんなエールが届きました。わー、邪魔だ。覚えてます。完全に邪魔。邪魔さんなんですね。邪魔は男兄弟で、邪魔のお兄ちゃんに私ギターを教わったんですよ。あ、そうなんですか。そうそんなご縁が。そうなんですよ、邪魔はねすごいいいやつなんですよ。私友達が結構比較的っていうか、まあ、何人に比較するんだろうね、少なかったんだけど、邪魔は一個下の後輩だったんだけど、なんかなよなよしてる私なんかと仲良くしてくれて、すごいいいやつだったの。男気のある。そうなんですか、嬉しい。覚えてます。頑張ります。邪魔さん、ありがとうございます、はい、では中村あたるさんからいろいろお知らせがありますので、はい、教えていただけますでしょうか。はい、24日に発売になりましたニューシングルここにいるよのインストアライブがまず近くでありますララポート新三里です。7月11日、はい、ララポート新三里スカイガーデンステージで、1時と3時の会があります。13時と15時の会が
あります。はい。ぜひ遊びに来ていただきたいです。そしてその後、アコースティックツアーが始まります。7月24日、神戸公演からスタートして、全国20カ所21公演行きます。はい。関東圏はですね、8月の14日金曜日、東京は和光大学ポプリホール鶴川。9月26日土曜日に神奈川県関内ホール小ホールにて、そして千秋楽10月17日土曜日は千葉県市川市文化会館小ホールであります。いずれも17時開場、17時半開演ですと早口で言いましたから、メモを取る暇がなかったかもしれないのでオフィシャルホームページを詳しくチェックしてください。はい、ありがとうございます。ではもう一曲聴かせていただきながらお別れとなります。はい、中村あたらさん、ありがとうございました。ありがとうございました。では曲紹介、はい、死ぬなよ友よ、聴いてください。